ご視聴ありがとうございます。リオンちゃんで今日の動画は2023年のベースメイクをね、ご紹介したいと思います。スキンケア、エリクシールの化粧水と乳液を塗った状態の肌がこんな感じです。ほんとさ、シミとかそばかすとかさ、そうやっていきたいと思います。まずはこの、落っことした。キャンメイクの、ポアレスクリアクライマー、プライマーの02番を、ここね、毛穴、お鼻だけ、こういう風に塗って、濡れたスポンジでポフポフしていきます。次が、一年中私は使ってるんですけど、キスミフィルムの崩れ防止下地、SPF28 の PA2 つが入ってる下地をね、鼻、ここら辺、この T ゾーン部分だけに入れていきます。テープ、これ準備しとかないと。そう、メイクの時は毎回ね、これ用なので用意して、手が拭きやすいようにこういう風に出しときます。私はね、まあ、メイク方法によって適当に手に取って手で適当にこの鼻近辺、鼻辺、ちょっと今日は出しすぎたんだけど、こんな感じで鼻の辺をやったら、ちょっと手拭いて、またポンポンしていきます。で、次に下地に行きます。下地は、まあ、縛りメイクの時ご紹介したセダンヌの UV トーンアップベースのホワイト、SPF50 の PA3 個入ってるやつです。これはね、適当に。塗っていきます。適当にね。こんな感じでやったら、適当に塗ったら、スポンジで伸ばしていきます。ここはさ、個人差が出るからさ、ハフとか筆とか。こんな感じでやったら、コンシーラー的な部分に行きたいと思います。キスのコントロールカラーの04番の赤みの部分を消していきます。こんな感じで適当に塗ったら、またポンポン作業をしていきます。こんな感じで。コンシーラーを塗っていきます。コンシーラーは、その時によって違うんだけど、ファンデーション前につけるか後かなんですけど、
今回は最初につけていきたいと思います。セダンのストレッチコンシーラーの30番オレンジ系、奥間さんとかに塗りたくて。奥間さん、なんか奥間さんって消えないよね。なんか私さ、本当はさこういうさ方が使いやすいんだけどさ、最近あの3色パレットみたいなコンシーラーにしようかなとかさ、いろいろさこう年齢が上がっていくにつれ、そう、シミとかそばかすとかさあるからさ、結構来年はあの結構コントロールカラー系をね、ちょっとねこのあったやつとか系を買ってみようかなと思ってんで、こうさファンデーションはセダンヌのラスティングカバーファンデーションの10番明るいオークル系ですね。なんつうかさ、こういう系使ってて思うけどさ、私のと同じようにさシミとかそばかすとかさ隠したい ところが多い人にとってはちょっとさ、これはちょっとカバー力がちょっと隠したい程度ならいいかもしんないけど、年齢が上がっていくとちょっと、年齢上がっていっても肌が綺麗な人か、うん、っていう感じがする。全然さ飾る程度しか使ってないけど、なんかカバー力っていうかちょっと親並みが方はちょっと足んないような気がする。来年さあれあの2ちゃんのスレのガルちゃんのやつで YouTube で見てたんだけどさ、メディアのやつ、あれさあれもう一回使ってみよう。その私と同じでシミとかサバカスとかに悩んでる人たちがおすすめファンデーションみたいなので、メディアのやつ、あのクリームのやつさ出てきてさ、もうさ基本的にこうやってさする日ってさ少ないからさ、クリーム、メディアのやつなくなるまで使い切りたいなと思ってさ、前はさ全部使い切ったけど、いや使い切ったっけかな、なんかさ時期が来て捨てちゃったからさ、最後までなんかさ、わかるでしょ、濃いやつさ、これカバーだけどさちょっとさみたいな、こうさ今さリングタイいってるからさ、ちょっとさ隠れたような気がするけどさ、実際鏡で見るとさ存在感があるのよ、いますっていうね。だからさレーザーとかさ、そう、新しいそばかすちゃんたちを制作しないように頑張りたい。そうだってさ、いるとさ老けて見えんだもん。去年から使ってるんですけど、ルナソルのアイリキッドベースの02番ね塗っていきます。これ塗ると、眉と、私はね、ないところがあるから眉。これ塗っとくと持ちがね、違う。消えたりするところもあるけど、全体的に定着っていうか、いる気がする、私はね。定着が
もともとさ、髪自体もさ、落ちにくいんだけどさ、最近なんかこう、そう、使い切るために、こうや、二つやってたら、なんか落ちなくていいなと思ってさ。こんな感じでやったら、やっぱさ、顔と首さ、さ、なんか顔が白浮きしてますっていう感じじゃない？やっぱさ、こうさ、顔と首一緒になるのは難しいよね。セダンヌ毛穴レスパウダーのやつをね、パウダー、そう、いけない、こう絶対さ、パウダー絶対できないところはパフで塗って、あとは大きなブラシで取って、これ仕事、こうでっかいブラシでした方がいいから、こう顔全体的に塗ったら首にもやっていきます。首、たらシェーディング、シェーディングはキャンメイクのシェーディングパウダー01番を塗っていきます。こうさ、丸顔じゃないからさ、丸顔に近づけるように塗っていきます。ちょっとさ、面長だからさ、どうしてもなんか卵みたいにさ、丸い方がかわいいじゃない。かわいいじゃない。じゃない？いいんじゃない？ちょっと凹凸。顔に凹凸、こう全体的に丸くなる。ちょっともうがっつり塗りすぎ。思いっきり塗りすぎた。わかる？こう、がっつりなんかさ、失敗したけど、まあいいか。こんな感じでシェーディングが終わったら、最後に、セダンヌのメイクフィックスミストをね、かけていきます。ちょっとね、結構飛ぶので、こういう感じで。でして、夏になったらうちは買おうと思うんだけど、こうメイク用のね、メイク用つかちっちゃいうち、こんな感じでベースメイクは終わりです。めっちゃがっつり塗っちゃったけど、こんな感じで私のベースメイクは2023年冬バージョンのやつはこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。